13歳になった魔女のキキは飛行機に乗って黒猫のジジと一緒に独り立ちの旅に出かけます。風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタ、そして隣のトトロなどの傑作を次々と生み出した巨匠宮崎駿の傑作。私は魔女のキキです。こっちは黒猫のジジ、ここに住みたいんです。金曜ロードショー魔女の宅急便。元気ですか？私は元気です。